須坂市動物園は、長野県須坂市が両公園内にある私立動物園である。園内に複合遊具を併設する。1962年10月1日開園。市民憩いの公園である、画寮公園内に立地する。画寮山の西から南北を経て、登録をめぐるように動物のケージが配置されており、日本時間などは、 画量産の社名を利用して飼育展示されている。哺乳類、鳥類を展示する動物園のほか、主に淡水魚類を展示する水族館が南園に併設されている。また、南園には幼児用の遊戯施設も併設されており、龍が池川の正面口には D51 形状機器機関車401号機が展示されている。小さな動物園であるが、 動物との距離が極めて近いことや手書きの案内板を設置していることなど暖かい雰囲気が特徴である。ライブカメラサイトみんなのデジタルアニマルパークでは赤カンガルー他数種類の動物の24時間ライブ映像等が見られる。夜の動物園探検隊メリークリスマス動物園でハッピーニューイヤー動物園邪神展。 動物園フォーラムなど年間を通じて様々なイベントが開催されている。以前は入園者の減少が続き、縮小、肺炎論もあったが、動物園職員の意識改革や積極的なパブリシティ戦略により、赤カンガルーのハッチが天才、志村動物園他の多くのテレビ番組等で取り上げられ、全国的に知られるようになった。 年間入園者数は2006年度に23万7663人の過去最高となり2008年度まで3年連続して20万人を達成した2007年8月主打化ケーブルテレビなどにより YouTube での映像配信も開始された2007年10月長野県デザイン振興協会 新州ブランドフォーラム実行委員会が主催の新州ブランドアワード2007特別賞を受賞した。2008年9月、須坂市と朱高ケーブルテレビ、アットネットホームの3社は、パソコン、携帯向けサイトとして、須坂市動物園の動物の様子を、ライブカメラで24時間リアルタイムに配信するサイト、動物何してる須坂市動物園テレビを開設した。 2012年8月、フンボルトペンギンが3回の脱走して、後に、トットと名付けられた。2016年、ハッチの妻クララ死亡。哺乳類、鳥類など、須坂駅からバスを利用する場合は、南北線、セ二線、米子線の須坂市民バスに乗車し、ガリ公園、またはガリ公園入り口で下車。徒歩約10分。日曜、祝日の運行は、セ二線のみとなる。 ありがとうございます。